大井川流域の名物は煮豆に、この落花生を使う落花煮です。その作り方が今子どもたちに教えられています。イエーイ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大井川流域のお茶など地元の食をアピールしている門出大井川です。子どもたちに静岡の素晴らしさを伝える静岡銀行が開いたキッズアカデミーです。子どもたちと作ったのは大井川流域に伝わる煮物、落花煮です。10月11月になると取れてくるのでね、そういう時に煮たり、お正月に食べたりね、煮豆の代わりにやります。大豆の代わりに落花生を使います。甘じょっぱい感じ。甘じょっぱいですか。なんかおばあちゃんの味する。おかわりの列ができてます。美味しかったですか。はい、農業農村にはですね、長く受け継がれてきた、その土地ならではの文化があります。その文化を子どもたちに知ってもらって、静岡県って素敵なところだなっていうのを感じてほしいと思います。この秋、神奈川沿いにできたばかりの川の駅、伊豆城山です。子どもたちは国土交通省の職員から神奈川の歴史や災害について、消防署員からライフジャケットの正しい着方を学びました。メインイベントは鮎のつかみ取り。捕まえたよーし、頑張った。ぬるぬるしてた。つかみにくかった。鮎は塩焼きにしました。大人になって自分の子供をこう連れて帰ってきてくれるような場所にしたいなと思っております。遠くに行ってもいつかは静岡に帰ってきてねと願うキッズアカデミーは、遠い将来を見つめたプロジェクトです。子供たちにはですね、ふるさとの良さ再認識してもらいながら、自分の住む町に誇りを持ってもらえるといいなと、そんな風に思っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。